はい、売谷さん、今日ははい、今回は西郷さんです。はい、ディレクターの島崎さんの持たれた疑問なんですが、これ写真なのか絵なのかどっちなのかっていう、島崎さん前から言ってたね。確かに ね、前から島崎さん言ってましたけど、まあ、絵なんですよ。絵なんですね。絵なんですよ。ここにサインがあるんですよ、描いた人のね。ここに、いい清曽根っていう。つまり、このはですね、明治の日本に来た、いわゆるお雇い外国人のエドワルド・清曽根っていう人が描いた絵なんですよ。名前もちょっと覚えやすいですね、清曽根。清曽根、うん。なんだけど、いつ描いたかっていうと、多分ここに描いたんだけど、1883年。はい。つうことは、西郷隆盛はもう亡くなってるんですよ。1877年に西南戦争で死んでるじゃないですか。はい、亡くなってるわけですよ。うん、清曽根は西郷隆盛を見たことがないわけですよ。はあ、本人を前に描いたわけではないですね。うん、本人を描いた肖像画ではないわけですよ。でさらに言えば、西郷隆盛は写真が一枚も残ってないの。ではでは、どうやってどうやって描いたのかなって話なんだよね。はい、いろいろこうポイントは多いんですよ。この1883年って、1877年にこの人西南戦争で亡くなったでしょ。でそのことによってこの人逆賊になったわけですよ。要するに反乱を起こした、はい、天皇陛下の軍に対して、牙を剥いたということで、まだこの頃逆賊なんですよ。なのにこの肖像画を描かせたっていうのは、これを描かせたのは当時大蔵省の印刷局長だった徳能良介っていう人なんだよね。この人薩摩藩出身で、まあ、西郷隆盛に非常に親切してたわけだよ。だから薩摩出身の人たちはみんな西郷に同情的なわけですよ。基本的にその西郷を征伐しろと言った大久保利通ですら西郷には同情的なわけですよ。だからそういう薩摩藩有志たちの希望で西郷さんの肖像を残しておこうと言って、でじゃあその清曽根に頼もうということで書いた。でこれに関しては薩摩藩出身者がだから陰ながら全面協力したわけですよ。へで清曽根はじゃあどうやってこの見たこともなければ写真もない西郷隆盛の像を書いたかというとですね、弟、西郷隆盛の弟の西郷継道、なんか柔道と読むのが正しいという説もあるんだけど、西郷継道の上半分、はい、それから西郷隆盛のいとこにあたる大山巌、はこれの下半分、これを人力合成して、人力合成して描いたという。へえ、ああ、言われてみると、ね、弟だし、まあ、いとこだから、基本まあ似てはいるわけですよ。で、まあサジェスションした人もいたわけですよ。薩摩藩みんな西郷隆盛を実際知ってる人たちが、目やなんかは弟に似とったな。でふっくらしてるところはいとこの大山巌に似とる倍かなんか知らんけど薩摩ですからね、似とったいみたいな、なんか知らんけど言ったんですよ。それで書いてみたら、こんなこつそっくりじゃみたいなことになった、はい、うん、当時のそのだから西郷隆盛を知る人たちがみんなやっぱり認めたというんですよ。で以後これが西郷隆盛像の決定版になるわけですよ、合成肖像画が。はい、で島崎さんだけじゃなくて、もう写真だと思う人も多いぐらい決定版になっていくわけですよ。でその後、まあ、西郷さんといえば上野のこの銅像有名ですよね。本人部分はあの高村光雲が作ったんだけど、高村光雲もこれを参考に作ってるんですよ。そっくりですもんね。うん、あと最近なんかウィキペディアとか見ると、この肖像がよく載ってるんだよ。うーん、これすごい変なの分かる、まあ、これさ門がさ、これ丸十
これ島津家のもんじゃん。お島津家の家紋はつけねえだろうって話。なんでこうなっちゃったんですか。これがね、これの出どころどこなんだろうと思って俺調べたら、昭和10年、1935年に近世名刺写真、近世の有名な人の写真っていう本が出てるんだよ。近世名刺写真その1っていうやつにこれが載ってるんだよ。で、近世名刺写真だから写真風にしてあるんだよ、はい、で、これの元へ何かと調べたら、ちょっとこれ部分しかないんだけど、どうもこれっぽいんだよ。元のちょっとこの部分なんだけど、はい、これこうでしょ、はい、うん、で、じゃあ これは何かっていうと、これはですね、鹿児島の画家、種子島出身の大牟礼南東っていう人がいるんだよ、うん、ね、この人だから種子島出身、薩摩出身の人で、同じ薩摩出身の東京美術学校の黒田清輝の下で学んだ人なんだよ。で、その人が、西郷隆盛没後50周年記念の時、だから1927年に描いた絵なんだよ。で、その時は、西郷隆盛の孫の西郷隆治っていう人をモデルにしたって言うんだけど、もちろんこれも参考にしてるんだよ、清曽根の。まあ、同じ、うん、ですね。で、この大牟礼南東が描いたこの絵を写真風に加工して載せたのが、その昭和10年の近世名刺写真その1に出たこの絵なんだよ。はあ、だからこれも元をたどればやっぱりこれなんだよ。清曽根なんだよ。そのぐらい力のある絵なんですよ。で、この清曽根っていう人は他にも、これ以外にも、西郷隆盛さん以外にも、多くの日本人が写真だと信じてた絵を描いてるんですよ。それが何かというとですね、こちらなんですよ。写真だと思っているんですか。思ってたでしょ。多くの日本人がこれを写真と思い、明治天皇御神絵として拝んでた、これ清曽根の絵なんですよ。リアル。で、明治天皇の数少ない写真としては、はい、内田久一っていう人が撮ったこの写真があるんですよ、はい、うん、まあ、これはまあ踏まえたでしょうと。だけど、これも1888年に書いてるから、これは15年も後だから、それなりに明治天皇もお年を召してるわけですよ。なので、清曽根は明治天皇が弥生社っていうところに行幸なさるときに、その姿をこう見て、で、それをスケッチして、で、さらに自分でこうポーズ取って、これ清曽根さんですか。ポーズこう研究して、へ、だから自分でポーズを取ったりなんかして、この明治天皇のこの、まあ、御神絵を描き上げた。これもだから多くの人が写真でこれが明治天皇だと思って思ってました、信じて疑わずにあれしてたんだけど、これも清曽根の絵なんですよ。騙された。いや、騙されないわけで、これを写真に撮ったやつをみんな御神絵と思ってたわけですよ。で、これ日本国内の話なんだけど、結構これ国際的にも信じられてるやつがあったんだ。で、これもと俺思ったんだけど、それがこれなんですよ。うん、これは見たことない？ビスマルク的な。ビスマルク的な人だよね。ドイツ人で、だからこれシーボルト。あ、シーボルトっていうとこれよく出てるんだよ。これでもドイツ語のウィキ見たら、もうこれがシーボルトのショーポートレートっつってこれが出てるんだよ。はこれ清曽根なんだよ。へ、これ清曽根が日本で描いた絵なんだよ。へ、で、これ頼んだのはね、当時の駐日日本にいたイタリア公使が1875年に頼んでるんだよ。で、その頃、実は日本にはこの人の息子の
アレクサンダー・フォン・シーボルトっていうのがいたんだよ。でしかも、清曽根が働いていた大蔵省の大蔵省好き通訳をやってたんだよね。そうなんですね、うん、でこれがアレクサンダー・フォン・シーボルトなんだけど、ちょっとだからやっぱ息子も見ての上での作った肖像なんだよ。もちろん清曽根やシーボルトの現物見たことがないわけだよ。だけどこの息子は知ってるわけだよ。でそういうところがこの作り上げたこのシーボルト像も結構世界的にもうシーボルトといえばこれみたいな、すごいね。だから西郷隆盛と明治天皇とシーボルトのイメージは清曽根が作ったんだよ。でそれほどの画家なのにさ、はい、日本の洋菓子みたいなところには出てこないんだよ、この人。これどうしてかっていうと、このね、管轄が違うんですよ。管轄が違うんですよ。この清曽根っていう人のメインの仕事は別なんですよ。何ですか？お札の原版を作ることなんですよ。そのために呼ばれてるんですよ。つまりこの人は大蔵省に呼ばれてるんだよ。おだから清曽根は大蔵省方面では日本のお札の父として有名なの。そうなんですね。お札の博物館とかみたいなところに行くと、うん、清曽根めちゃめちゃいるの。それはじゃあ画家としてではない。画家としてではなくて、お札の、まあ、原版だから、まあ、絵は描くんだけど、それ以上に原版を作るっていう技術で呼ばれてるんだよ、この人は。すごい人ですね。だからね、いろいろこう資料をあれしてもね、全部そっち方面からの資料なんだよ、お札の父としての。だからあんまり美術の方には出てこないんですけれどもね、まあ、この人、まあ、生涯簡単に紹介しておくと、1833年に、まあ、イタリアのジェノバ、あの北の方の港町だよね、ジェノバの近郊のアレンツァーノっていうところで生まれてるのね。でお父さんも版画とか印刷をやってて、で結構裕福なうちに生まれ育って、それで、14歳の時にジェノバにあったアカデミア・リグリスティカっていう、まあ、よくリグーリア美術学校って訳されるんだけど、まあ、そこの美術学校に入って、で銅版画、ラファエラ・グラナーラっていう先生のところで銅版画の技術を学ぶんだよ。で1855年22歳の時にもう特別優秀賞で卒業して、その先生の工房に入って働き始めるわけ。だから画家というよりこの人は版画家なんだよ。でどういう仕事をやってたかっていうと、そのイタリア時代のこの清曽根作品、例えばこういう大道のバイオリン弾きとかね、まあ、こういう感じの銅版画を作ったり、あとこれなんかは他の画家が描いた油絵を銅版画に起こしてるわけ。これパンと涙っていう作品らしいんだけども、でこういうように当時はまだほら、あのカラー印刷の技術とかがさ今ほど進んでないじゃない、はい、だからいろんな名画をさこう銅版画にして、それで画集を作るっていう仕事がたくさんあったんだよ。でその名画を銅版画にする人として非常に優秀だということで活躍して、数々の賞も取り、29歳の時にはあのミラノのブレラ美術アカデミーの名誉会にもなってる。このいわゆるこう名画の銅版画で非常に地位を得てた人なんだよ。でだから絵が上手いだけじゃなくって、その版画の技術が高いということで、その清曽根に目をつけたのがイタリア王国の銀行なんだよ。でその銀行の紙幣、お札の原版を作ってくれという原版制作者に抜擢されちゃうんだよ。へで当時印刷技術はイタリアよりもドイツの方が高かったから、うん、お札はそのドイツのフランクフルトにあるドンドルフ・ナウマン社っていうところで刷ってた。だからそこに出向して原版を作れと、うんね、原版そんな持ったりなんかするとお札だから盗まれたりしたら大変だから、もう先方行って原版作って印刷も全部監修してお札作ってきてくれみたいな感じで出向するんで、ドイツの会社にドンドルフ・ナウマン社。
で、これがこの清曽の、ね、運命を変えたんですよ。で、だからドンドルナウマン社っていうのはそういう感じで、他の国のお札の印刷屋なんかも請け負ってた会社なんだよ。でそこに清曽がいたわけだよ、はい、でちょうどその時に日本が、日本のお札の制度、明治時代のお札の制度ってものすごく複雑で、もう 俺も管轄外だから、なんかお札の博物館かなんか行ってほしいんだけどもうしっちゃかめっちゃかなんだよ最初の頃。だってそれまで江戸時代まで各藩が藩札とか出したりさってやって、あと1両だかと1両2部だとかさ、2種だとかさ、そういう単位でやってるわけじゃん。ね、でそれを貨幣を統一していかなきゃいけないわけじゃない。だからまず円で統一するみたいなところから始まって、でいろんなところが勝手に出しちゃってるお札これどうすんだよみたいな話になって、でじゃあもう政府が、あの政府としてのお札を出しますっていうことで明治通宝っていうお札を作ることになったんだよ、はい、でそのお札の印刷をドンドルフ・ナウマン社に頼んだんだよ。でそれでできたのがこの明治通宝っていう、お札なんだよ。なかなかかっこいいですね。金十円ってなってるだろ。へ、これもなかなかすごくて、ここにさ明治通宝って赤で朱で入ってんだけど、最初これ全部手書きだったんだって一枚一枚ですか、うん、そういう100人ぐらいの人が毎日毎日手書きしてたんだけど、もう間に合わんっていうことになってなぜ手書きにこだわったんですかね。分からないんで、あの昔の小判とかってみんな手書きで書いてんじゃん。はあ、その名残名残だと思うね。手書きの方が偽物が作られないからっていう。作りやすそうですけどないや逆にでもやっぱ昔の人はその筆跡鑑定能力が高いから手書きの方が安心だっていうことだ。だけどもうさすがに間に合わなくて途中で全部やめて、何万枚だか書いてた手書きのやつ結局全部捨てて、わこう版作って押すことにしたらしいんだよ。で問題はだよ、はい、そのドンドルフ・ナウマンでこの明治通宝の原版作ったのが清曽根だったよ。日本との出会いが、うん、日本と出会い。でしかもその頃あの岩倉朋美の岩倉視察団がヨーロッパ行って、このドンドルフ・ナウマンでこの明治通宝の印刷現場やなんか視察してるんだよ。でこれは誰が作ったんですかみたいな、この清曽根っていうイタリアから来たすごいやつがいてねみたいな。そこでも清曽根の名前は日本に知られるわけですよ。でまだこれを使ってたんだけれども、いろいろやっぱりもあのものがあって、まず紙の質が向こうの紙使ってたから日本のなんか気候風土にいまいち合わないと、すぐヘタヘタになっちゃうと。でやっぱりあと偽札も当然出たんだよ。で偽札事件やなんかも起きて、やっぱりこれは日本でちゃんと政府が管理してすらないとダメなんじゃないかと、日本の紙にすらないとあかんのやないかっていうことになって、日本でじゃあお札すろう、なんかこの原版作るやつ呼んでこないといかんなっていう話になって、ただ明治通宝作ったね清曽根っていうのがすごいやつらしいっすよみたいな話になって、じゃあそいつどうしてるって言ったら、清曽根は清曽根で、もともとはさイタリア国立銀行の人として行ってるじゃん、出向してるじゃん、はい、だけどドンドルフの仕事いっぱいやっちゃって、お前どっちやねんみたいな話で、結構 どっちからもなんかよく思われない感じになっちゃってたらしくて、で居づらくなっちゃって、でロンドンの印刷会社にあのちょうど移ったばっかりだったんだよ、ロンドンのデルラー証券印刷っていうところに。でそこにさ日本政府から日本でお札の現場やってくれんかっていう話が来て、しかもびっくりするほどの給料を提示されたんだよ。それが月給金貨100ポンドっていうんだけど、これ当時の日本円にすると454円71銭8厘なんだって。月だよ月、はい、でだいたい
2万倍って言われてるんで、この頃の。それから言うと月やっぱ900万円相当のこう年収1億超えなんだよ。でちなみにこの当時のこれっていうのが、あの大久保利通の給料と同じだったっていう言うんだよ。だからそのぐらいの高級で、やっぱりそのぐらい重要だという、この札作るっていうのはね、よくなのよ。もうそれは、はい、喜んで、で、来ることになった。あの、ヨーロッパでね、自分ちょっと立場いろいろ微妙なことになってるし、って、一応行きますかって言って、1875年の1月12日に来日するんですよ。で、この人はなかなか関心なのは、やっぱりね、給料分の仕事 してるんだよね。もう着くや否やバリバリ仕事してるんだよ。で着くや否やまたさ、このお札以外もさ、いっぱいあるわけ。作んなきゃいけない、あのほら、いろんな証書の類あるだろう。 なんとか証書とかさ、はい、あのとか印紙とかさ、切手とかさ、その類のもん山ほどあるだろう。公的な書類、はい、のあれっていうのをでバリバリ始めるんだよ。すごいすごい働きぶりをしてるんだよ。でもう次の年にはこの有名なこの切手を作ってるんですよ。有名なんですね。これ、うん、なんか切手の人の間ではもうこれ小判切手って言うんだって。ここは小判みたいな形になってるから、はい、このなんか日本で最初に作られた、でそれを作ったのも清曽根だっていうんで、この小判切手の記念切手なんで、これ。なるほど。1994年に出た小判切手の記念切手。切手の父でもあるんだよ、この人。ああ、そうなんですね。切手とかお札とか印紙とか、あらゆるなんか証書の父なんだよ、この人。もうバリバリ原版作ってるんだよ。で、このなんか切手のあれは、本国でも有名らしくて、本国では清曽根は日本の切手を作った人として知られてるらしくて、1988年にイタリアの記念切手が出てるんだよね。これやっぱり小判切手、こういうの出てるんだよ。でさ、これ1988年だけど、この絵微妙じゃん。でここにさ、信子末沢って書いてあるんだよ。日本の多分末沢信子さんっていう人が描いた絵だと思うんだよ。ぽいですね。うん、誰だ末沢信子さん。左下の誠は何でしょうね。本当だ、ここに誠だな。誰か末沢信子さんご存知の方がいたら教えてほしいんですけれども、まあそんな切手もバリバリ仕事する。でもちろんそのために来たお札やりますよっていうことで、お札がさっきも言ったようにむちゃくちゃ複雑なんだよ。いろんな札があるんだよ。さっきの名実の方っていうのは政府が出してる札なんだよ。でそれ以外に国立銀行っていうのがいっぱいできるわけだよ。あ、今でもさ、数字がついた銀行あるだろ、はい、あれは昔のその国立銀だから、あんな100いくつもあったんだよ、国立銀行が。あ、なるほど。でその国立銀行ごとに札出してるんだよ。それでその札、1877年から78年にはその国立銀行の俯瞰紙幣っていうやつ、もう細かいことは俺もよくわからんから調べてほしいんだけども、お札の博物館行ってほしいんだけど、これですね、1円がこれだから、このこういうお札集めてる人たちの間では水平札と言われ、水平さんが書いてある水平札って言われてるんだけれども、これ清曽根で1円と5円だけできたんだよ、はい、1円札と5円札、はい、でこれ1円札が水平札、うん、で五円札の方はこう鍛冶屋さんが書いてあるから、鍛冶屋札って言われるんだって。でここ見てわかるように、これほら第38国立銀行ってなって、これ播州姫路かなんか書いてあるんだろ、だから姫路の38銀行のお札なんだよ。だからこれ銀行ごとにここ書いてあるの違うんだよ。統一されてなかったんですね。統一されてないんだよ。でちなみにさ、この裏面はさ、この1円も同じなんだけど、この恵比寿さんがそろばん弾いてる絵が描いてあるんだよ。でこれはね、あのあれだって、その神戸美術学校の彫刻科の教授だったラグーザが描いたらしいよ。そこは清曽根さんじゃない、ね、ここまあもうほらみんなイタリア人だから、で親と外国人同士だから来やすくなってるだろうから、
これこういうお札、これが国立銀行俯瞰紙幣っていうのを作るんですよ。で一方その明治通宝みたいに政府が出してる方の、やつもまた偽札が出たりなんかしたんで改造紙幣っていうのが作られるんだよ。はあ、まあ、その改造紙幣っていうのは年中改造してんだよこの頃。いっぱいあるんだよ改造紙幣っていうの。それがこの神宮皇后札と呼ばれる、神宮皇后っていうあの伝説の伝説の皇后ですよ、はい、日本史上のね、はい、これちなみにあの当時の大蔵省印刷局の女子職員がモデルだったる お美しいなったというんだけれども、神宮皇后札っていうのをね作ってますよ。へえ、いろいろ当時の札いろいろ書いてある細かいですね。あの図柄とかも清曽根がやってたの。図柄とかも清曽根がやってるんだよ。ほいで、さらに国立銀行とは別にさ日本銀行ができるわけですよ。で日本銀行の打艦銀券っていうのも出るわけですよ。それが俗に大国札と呼ばれてるらしくて、大国さん書いたこれ日本銀行打艦銀券って書いてある。これもって銀と変えてくれるっていう意味ですよね。で最終的にこの日本銀行券に統一されていくんだよ。だけどそれまでいろんな種類の札があって、清曽根はだからバリバリ札を作っていくわけだよ。だいぶ落ち着いてきたところでこの日本銀行の、まあ、打艦銀券のじゃ改造を作っていこうっていうことになって、でだいぶ今の札に近い形でこういうのが日本銀行打艦銀券が出るようになったわけだよ。でやっぱり額面ごとに人も変えてった方がいいだろうと、分かりやすくっていうことで全部あの人を変えていくことにしたのね。でこの時これが1888年から出た、改造日本銀行打艦銀券ってやつなんだけども、1円は竹之内宿根で、5円が菅原道真で、この10円は和気の清麻呂なんだよ。はあ、で和気の清麻呂のモデルになったのがこの人と言われてるんだよ。似てるんだよ。これ木戸孝允、木戸光允と思う。明治前の名前は桂小五郎だよ。この時ね、これの時ねもう木戸光允死んでるんだよね。死んでんだけどこうやって写真残ってるから、はい、和気の清麻呂は木戸光允をモデルに書いてるんですよ。で一方最高額面の100円、はい、100円は藤原の鎌足りなんですよ。でこの藤原の鎌足りはやっぱり最高額面だからってんで、当時の大蔵大臣だった松方正義がモデルなんだよ。はい、似てる。こんな感じでもう確かにこうもう日本の紙幣の父と言われるのはよくわかる活躍ぶりですね。大活躍と言っても過言ではないんですよこの人。だから最初その3年契約だったらもう3年ずっと日本にいるんだよ。でその一方でさっきも言ったようにほぼ写真みたいな絵描くじゃない。だからその宮廷画家としていろんな偉い人たちの絵を肖像画を描いていくわけですよ。でもこれ気になる、もうほぼ全員描いてる、あの教科書に出てくるような明治の元勲ほぼ全員清曽根描いてる。気にないからあれなんだけど、もうちょっと2人だけ紹介したいんだけど、はい、一人は岩倉具視な。うわ、騙されるな。西郷隆盛のやつはコンテ画っていう木炭コンテで描いて吸って描いたやつなんだけど、これは銅版画なんだよ。でこの顔は瓜谷はもう記憶にない。あ、ないですね。これもある程度の年齢の人ならみんな覚えてるんだよ。これ500円札に、これ左右反転して500円札に、これは1990年代まで流通してたよ。確か。
うん、あの1982年に500円硬貨が出るんだけども、その後もこれ1994年に日銀が支払い停止してるから、90年代頭まではこの札みんな使ってたと思うんだよね。500円札、これも清曽根、元はといえば清曽根の現場の日本のお札の父ですよ。めちゃくちゃお世話になってますね。めちゃくちゃお世話になってるんですよ。これ銅版画でこれすごいでしょ。テーブルの質感がすごいすごいでしょ、はい、これね、やっぱこの人すごいんですよ。これ大久保利通なんですよ。これも銅版画なんですよ。でこれの細部をアップしてみると、例えば目の周りはこういう感じ。だからこう目の周りはビュランって言って、銅版に直彫りしていく方法で、これ手で全部削って、そう、うん、直彫りしていくんですよ。それで一方、多分この辺なんだよ、この影、要するに黒い部分、黒い部分はね、これはねメゾチント使ってるんだよ、また銅版画の違う技法。でこの金モール、これはエッチング、だからこう1枚の中にこうビューラン、メゾチント、エッチングって、それぞれその質感に合わせて銅版画の違う技法を使って原版を作っていってるんだよ。うわーすごい。でその結果この写真のようなリアルな質感表現っていうのができるようになっとるんですよ。なっとるんですね。なっとるんですよ。なもう本当に非常に高い技術を持ってた人なんですよ、この人は。そういう人なんですね。今日そうね。それは西郷さんぐらい描きますよっていう人なんですよ。これなんでこんなに上手くなったのかって気になるんですけど、なんでこんなすごいんですか、この人。まあこれ多分こういうのコンテガでさ、このぐらい描くことがさできる人はもう吐いて捨てるほどいたと思うよ、うん、この人のやっぱりすごいのはそれを銅版にして、こういういろんな銅版の違った技術を一枚の中に入れてっていう、まあだからこそお札の現場を作れたわけだけどさ、こっちの技術だと思うよ、この人のすごいのは。写実の技術はもうみんなこれだよ。清曽根が清曽根たるゆえんはやっぱりそれを銅版にできたっていう、この銅版にする技術が高かったんだと思いますよ。でなんか偉人の絵を描いてくれって言われたのはやっぱ大蔵省のつてというか、大蔵省のつてっていうか、もう何しろ明治天皇描いてるから、みんな描いてほしいよ清曽根には。でこの人だからもう何しろこれほどの人だから、いや頼みますわ頼みますわで3年契約繰り返して、結局16年大蔵省印刷局に勤めて、ピーク時の月給730円だっていうから、すごいんだよ、すごい高級なんだよ。いやだけどさ、今のさ外資系のやつらがもらってる給料からしたらそんな高くないよ。カルロス・ゴーンとかなんか見てみろよ。何にも日本にいいこと してないじゃないか。もらうだけもらって、それから比べたら清曽根は立派だよ。で1891年に定年退職するの、大蔵省印刷局をいよいよ16年勤めた後に。でその後もずっと日本に住み続けて、いろんなこういう人たちの肖像を頼まれれば書いて、で日本画も学んだりして、この何だか日本画なんだか洋画なんだか分かんないような沖縄と大海みたいな、こんな絵も描いたりしてるんですよ。うますぎる。うん、それでそのままあの1898年の4月11日に日本で亡くなって、で青山墓地に今もお墓が。いやいや、そうですか、うん。日本大好きおじさんになって日本で亡くなったんですよ。でこの人なんですけどもね、何せものすごい収入じゃないですか。お莫大な収入があるわけですよ。なんだけど
基本生涯結婚しなくて子供もいないんですよ、うん、一人暮らしなんですよ。その金どうしたんだっていう話じゃないですか。そのほとんどをね日本美術の収集に当ててるんですよ、でこの1879年にあの5ヶ月かけて日本中の伊勢とか京都奈良とか日光とかそういうところを回って美術調査やってるの。これあのフェノロサより5年早いの。フェノロサに先駆けて各地の日本美術の調査をやってるんですよ。でもう日本大好きになって、で日本美術大好きになって、もう金ほとんどをその日本美術買って、でコレクション15,000点、これを母校のジェノバのそのアカデミア・リグリスティカに亡くなった時に寄贈するんですよ。それで1905年にアカデミア・リグリスティカの中にキオッソーネ美術館っていうのができて、でそこにね岡倉っていう人が監修に行ってるんだよ。みんな岡倉天心だと思ってたんだよ長らく。その東洋美術のさ、ボストン美術館とかも行ってやってるじゃん岡倉天心が。で岡倉天心がイタリア行ったっていう記録なくておかしいってなったら、天心の弟の岡倉義三郎が行ってんのな。岡倉義三郎がこの1905年の時に行って監修してるんですよ。でちなみにそのコレクションは第二次世界大戦後にあのジェノバ市にこう移管されて、で1970年にジェノバの、丘のところにあるなんだっけヴィレッタ・ディ・ネグロ公園っていうところにキオッソーネ東洋美術館っていうのが1970年に建てられた。へー、結構いいとこにドーンと建ってるんですよ。本当ですね。うん、ほいでもう中もキオッソーネのコレクションをガーって仏像が、うん、仏像から鎧から何からってこうなんかこう螺旋状にこう登っていくようになってるみたいなんだけどね。でも今仏像とかこういうのを目指すんだけど、ここのやっぱりコレクション圧倒的なのは浮世絵関係なんだって。で肉筆の浮世絵とかも相当すごいのがあるし、初期浮世絵の元禄期の杉村治兵衛っていう人がいるんだって。その人の UFO 若衆図っていうのと美人 UFO 図っていうのが追作品なんだけど、ついで残ってんのここ世界でここだけなんだって。へ、だからやっぱり、まあ、世界でここにしかないような日本美術の北斎とかさ、ああいうのの肉質も結構あるし、あと国貞か誰かが割と写楽に似た感じで描いた歌舞伎の揃いがあるのね、うん、それが全部揃ってるとか、なんか浮世絵関係では結構有名な美術館らしいよ。ほいでこう景色、ジェノバのジェノバ港が見渡せるところに日の丸が翻っておりますよ。うわ、でこういうあれを残してくれた人なんだよね。もっと知られた方がいい方ですね。もっと知られた方がいい人なんですよこの人。それでしかもこの人本当に立派な人で、これコレクションはあれしたんだけど、他にも日本に財産残家とかあるわけじゃん。でそういうの全部処分したやつを、まああの弟とか妹とかがいるから、まあ、そういう人も相続するんだけれども、ちゃんと分割して残りをあのお料理の人とか、あとあの人力車の車夫の人とか、自分の家で働いてくれてた人に全部遺産を残して、でさらに3000円を麹町に住んでたのね、当時の麹町区の貧民救済に寄付してっていうのを全部遺言に書いて、日本にも相当寄付して死んでったんだよ。多分その作るスピードも相当早くないとこんなにたくさん作れないですよね。まあ、だから本当によく働いたんだよこの人は、うん、給料分は働いたと思うよ。給料泥棒だった親と外国人も多かった中では、給料分はちゃんと働いたし、で稼いだ金はさ、そうやって日本美術イタリアに伝えるためとかさ、自分家の働いてくれた人たちに遺産残したりとか、ちゃんと日本に還元してんだから、うん、有名人だったんでしょうね当時は。有名人だよ、超有名人だよ。ただどっち方面で有名人だったかっていうと、大蔵省方面で有名人だったから、
文部省方面の美術の方であんまり名前が出てこないんだよ。もうその頃から縦割り行政だよ我が国は。お弟子さん的な方っていうのは、お弟子さんはだからみんなそっちの方のお弟子さんなんだよ。お札原版の方の、はい、技師さん的な感じなんですね。そう、うん、技術者のお弟子さんなんだよみんな。日本国内で競争年の足跡をたどれるような、うん、あの例えば銅像が建ってたり資料館があるような場所はないんですか？あ、でもなんか昔さ、なんか俺ブラブラでどっか行ったんです。なんかお札の博物館みたいなとこ財務省がやってる、そういうとこ行くともう清曽根だらけだよ。あと青山墓地にお墓まだあるし清曽根銅像ってどっか建ってんのかな。やっぱりそっち方面ですね、うん、なんか財務省方面に聞いてもらうと分かると思うよ。あそこのお札と切手の博物館行ったらもう清曽根だらけだよ間違いなく、じゃあご興味おありの方は、うん、これ多分飛鳥山だよ王子の。面白いかもしれないです、ね、お札と切手の博物館行ったらバリバリ清曽根だと思うよ。こんなに僕が知らなかったの不思議ですね。本当ですね。意外に子供の方が知ってるかもしれない。これが社会科見学でこういうとこに行かされてるから。かで清曽根、エドワルド清曽根覚えてくださいって話なんだけど、ここでラストミステリーがあるんですよ。ラストミステリー、ラストミステリーがあるんですよ。何でしょう。あのね、ウィキペディアの清曽根を見ると、元京大、あの京都大学の教授でね、古文史科学で有名な岡村清蔵先生っていうのがいるんだけど、その人が清曽根の実の孫であるって書いてあるんだよ。んで、要出典って書かれてるんだよ。要出典っていうのは、うん、出典が必要っていう、そう、まだわからないってことですか？何を根拠に言ってるんだってみんなに突っ込まれてるっていうことだよ。そういうことなんですね、うん、それでその人よほど自信あるらしく、岡村清蔵先生のウィキペディアを見ても清曽根の孫って書いてあるんだよ。で、岡村清蔵先生のお父さんは佐伯勝太郎先生っていう人なんだけど、その人のウィキペディアのところにも妻はあの清曽根の娘って書いてあるんだよ。んで、なんだろうなと思って、全部に要出典って書かれてるんだよ。いろいろ調べたけど全然資料が出てこないんだよ。へえ。なんだけど確かにその岡村製造のお父さんの佐伯勝太郎っていう人は大蔵省印刷局にいたことがあるんだよ。はいはいはい。だからその清曽根の娘という人が本当にいたんだとしたら、まあ関係があっても不思議はない位置にいるのね。はい。で、あとあの清曽根が日本にいた頃にイタリアの講師が清曽根が日本美術を集めてるからっていうんで、なんか浮世絵を送ってるんだよ。うん。その送った時のその送り状みたいなところに、日本で出会った奥様との間に丈夫な男の子が生まれますようにって書いてあるんだよ。うん。そういうことは誰かにいわゆる日本人妻がいて、で妊娠中だったんじゃないのっていうですねのもあるんだけれども、その記録が全然残ってないんですよ。だからウィキにいっぱいそれ一生懸命書いて要出典って言われてる方がもしご覧になってたら、そう、どういうあれでそういう話になってるのかなって教えてほしいなっていう。あ、ただ清曽根はさっきも言ったようにものすごい細かい遺言状を残してるんだよね。もしそこに奥さんなり子供なりがいたとしたら、絶対何らかのものは残したんじゃないかと思うんだけど、そこにはないんだよ。あ、遺言状かの内容は、うん、には奥さんそれで当然入籍したあれもないし、奥さんや、まあ仮に元奥さんが亡くなっちゃってたとしてもだよ、そのお嬢さんがいたからこそさ、その佐伯勝太郎と結婚もできたわけだろ。またその人は存命なわけだから、その人へのなんか遺産の譲渡とかあってもおかしくないんだけれども、それはないんだよね。誰だこれウィキペディアにこれ書いたのと思って。内縁の
奥さんがいて、そのお嬢さんがいて、その人が佐伯克郎と結婚して岡村製造を生んだという話なんだろうけれども、こういうのも全然何にもなければさ、あそう違うんじゃねえので終わっちゃうんだけどさ、佐伯克郎が大蔵省印刷局に勤めたことがあるとかさ、そのイタリア講師 の記録が残ってるとかさ、中途半端に引っかかるんだよ。ご存命だったらもう確かなくなってるよね、岡村製造。そうなんですね、うん、高分子科学で有名な人だよ。あのどなたかどなたかご存知の方があったら教えていただきたいというそんなエドワルド・キオソーニでしたけど、ご満足いただけましたか、島崎さん。いや、めちゃくちゃ面白かったです。はい。